キコの旅日記、ようこそワイオミング州へ。今回はイエローストーンとグランドティートンに来ています。駐車場を出るとファイヤーホール川の橋のあたりから黙々と煙が立っていた。まるで絵画を見ているようなイエローストーンのグランドキャニオン。そこからノリスガイザーに到着。ポーセレインベイズンの広さに驚いた。気がつくとバイソンが開けたエリアでお食事中。サンデーガイザーに着いたところで急に雨が降り出した。ジェニーレイクの先に雪をかぶったグランドティートン山脈の景色が続いていた。モランの近くを流れるバッファローフォークは車を止めてしばらく眺めていたい場所。ハイキングの途中、目の前に現れたマーモット。いくつかの自慢のポーズを披露してくれた。頂上まで車で行けるシグナル山。ここから見えるグランドティートンの山は素晴らしかった。静寂という言葉がぴったりくる神秘的なコルターベイ。ジャクソンレイクダムはワシントン州のコロンビア川までの1300キロ、約800マイルを旅するスネークリバーの出発地点。バックグラウンドにあるグランドティートンの景色が霧で隠れてしまったのは残念。このモルモンローにあるT.A. モールトンの納屋にはたくさんの写真家が毎日訪れる人気のスポット。素晴らしい景色を見た後の帰り道は上り坂になるブリンクス・オブ・ロワー・フォールズのトレイル。熱湯であることをつい忘れてしまいそうなソフトなパステルブルーのコロイダルプール。リトル・ウィリジグガイザーのボードウォークから見えるひときわ鮮やかなライムグリーンは目立つアクセント。摂氏93度、華氏199度の熱水がエクセルシオールガイザーからバイヤーホール川に流れ込む。直径113メートル、毎分2100リットルの熱水を噴き出す泉、グランドプラズマティックスプリングはアメリカ最大、世界では第3位のスプリング。熱水泉の周りを茶色のバクテリアの層が囲んでいる。100年以上もの間低間隔で噴出し続けるオールドフェイスフルガイザーはイエローストーンのシンボル。まずはオールドフェイスフルインのロビーで次に噴き出す時間をチェックすることにした。カスケードキャニオントレイルの登山口まで行くボートは1時間待ちだったので、ジェニーレイク湖畔の片道2マイルのトレイルを歩くことにした。カスケードキャニオントレイルのこの上りを越えればインスピレーションポイントはもうすぐそこ。カスケードフォークに向けてマウントオーウェンとカスケード川の素晴らしい景色を通り抜けた。ここがカスケードキャニオントレイルのハイライト地点。ここでお昼のサンドイッチを食べた。平らなタガートレイク登山口とは予想外のひたすら30分登り続けるトレイルの道。横を流れるタガート川に元気づけられた。グランドティートン山脈のふもとに位置するブラッドレイレイク。澄み切った氷河の水が印象的。もうすぐ黄昏時を迎えるスネークリバー。また今度。 See you soon!